はい、次に出てまいりましたのは広島産牛肉の炭火焼き、野生味の赤ワインソース、なんとこの野生味がですね、田島によく現れるイノシシの肉の骨をしっかり焼き上げたものを使用して、田島のキッチンの野菜と一緒にと書いております。見てみましょう。このですね、濃厚なタレがイノシシの骨をですね、しっかり焼いたものを使用していると、田島さんのイノシシを使用しているということです。お肉は広島産の和牛なんですね、牛肉。素晴らしい濃厚な香りがやってまいります。それではいただきます。